はい、皆さん、こんにちは。2017年、デル・ジュン・タッケス,スマート総まとめ講座。まあ、今回、3時間かけまして、えー、権利関係ね、まあ、全部総まとめしていこうということになります。えー、さあ、担当しますのは、レックス・セニコシネ、私、小野川担当いたします。よろしくお願いいたします。さあ、えー、権利関係はですね、まあ様々、ね、さまざまね、いわゆるポイント講義をね、やったりとか、それから演習講座をやっていきまして、えー、今回がまあ総まとめという形でやっていきます。 で使いますテキストはこいつねまあ公式集というタイトルになっておりますまあ公式集ね、えー、まああの「デルジュン卓研テキスト」の合格ステップだけをまとめまして、まあ、そのねタイトル公式集なんてね問題を切る公式集ってやっていたわけですえー、っといわゆるだから中身的にはねデルジュン合格テキストこの中身と同じですだからこそね総まとめにふさわしいということになります さあ、公式仕様を手元にご用意ください。で、今回ですね、この三時間で総まとめをしていくという形。まあ、ですから、私はほら、権利関係担当ね。で、友次先生が宅建業法で、えー、寺西先生ね、寺西親分が、まあ、法令上の制限で、科学をや、やっていきます。まあ、それぞれ三分野で、ね。特徴がありますよね。特徴がある、ね。満点狙わなきゃいけない業法とかね、まあ、そういう特徴があります。 まあだからそれぞれの先生が進め方、ご自身で考えて、一番効果的な学習、ね、まとめ方をやってるはずなんです。まあ3人集まってね、何やる権利関係どうやってやるとかって話をしてはいません。<laughs> ね、えー、まあね、3人によってね、まあ、ね、進め方が違うことで。まあだから私はね、これ、えー、選択します。選びます。項目。ね 今回大体ね、8つからこつの,の項目を選んでおきまして、それをやっていきます。だから、寺西先生とか、友次先生ね、まあ、それぞれ進め方が違うと思います。もしかしたら全部ベターっとね、先生がね、まとめてくださるかもしれないし、私のようにどっか取り上げてってやつね。まあ、あるいはね、一言で終わるとかね、でも一応全部は見るんだけど、ね、熱く語るところと、なんか軽く飛ばしちゃうところがね、まあ、様々あるかと思うんです。ただ、私の場合で、ね、もあえて、 項目選んでおきましたってこと、ね、もう全部を産地がちょっと無理なんでねって感じで、ねまあねねえー、例えば今回ねあの「制限行為能力者」とか「時効はあえて触れないで通り過ぎちゃうんですけどね、まあ、第一章の次にね、えー、次にもうねあのじあの代理に行っちゃおうと思ってるんですが「じゃちょっとでも軽くでもいいから故を触れましょうか」って言ったら「取得事項消滅事項」 まあちょっとこれ時間のね配分が無ね無理なんでだからあえて私は項目を選んで飛ばしていきますまあ、だ飛ばしたところもですねまあ例によってなんですけどね、えー、これはインプット講座の時も同じねインプット講座の時も同じようなこと言ってますねえー、問題ぐらいやっておいてくださいってことねまあ過去問ねいわゆる過去問題ぐらいやっておいてくださいね,ねさあ総まとめもそうやって進めていきますでこちらですね3時間で完成する講座これ1個で1回でやっていきますんで まあ途中真ん中あたりまあ一時間半ぐらい話したあたりで十、えー、分休憩入れたいんです。まあ十分の休憩入れてお話をしていく。まあただこのほスマート講学講座って、えー、基本的に二十分単位でねどんどん積み重ねていったという講座でしょ。だから今回三時間は総まとめなんでえー、そういう発想はないんです。まあ二十分ずつはね区切っりとかいう発想はないんです。まあだから三時間全体で真ん中十分休憩入れてお話をしていくんでございますが、ただ 申し上げたようにね、えー。項目ごとに切って、途中で休憩入れてくださいね。ねまあ、こちらですね、えー。皆さんに収録としてね。まあ、これスタジオで収録をしてお話をしております。で、問題は使いません。まあ、時々質問をしますよ。こういう話ではどうなるとかね、えー。そういった質問をするんですが、問題演習の時間はございません。んまあ、だから、例えば項目ごととか、時間ごととか、えー、ご自身で、ねまあ、適宜休憩入れながらね、まあ、3時間を、ね、使っていってください。 まあただ講義としてはねよしじゃあ3時間ぶっ通してやってやろうと、ね、まあ今日はね休みの日だって今日は勉強しようとじゃあそうまとめ、うん、あるならば3時間ぶっ通してやるっていう方は10分休憩ねえー、真ん中10分休憩という形で進めていきましょうまあというふうにねやっていくのが今回の講座と思っておいてくださいさてとで私は権利関係で権利関係は14問出ますね問いの1番から問いの14番 14問出ます。そして民法が10問。民法10問ね。借地借家法2問。まあそれから不動産投票法1問。建物区分所有法1問。足して14問ね。で、例えば2015年。平成27年ね。まあおととしは非常に難しかった。だから14問のうち、 合格者だっってて問しかか取れてなかったえー、去年2016年ね、まあ、2016年平成28年簡単だっただから合格者10問近く取ってきてるはいこれはインプット講座でも言いましたよね難しかったんで4点しか取れなかった優しかったんで10点取ってきたはいそんだけやってる内容は変わらない え、頑張ってる人ね。例えば、一昨年のね、合格者の皆さんは怠けたわけじゃないの。去年の合格者だけは一生懸命頑張ったわけじゃないの。ね、えー、去年の合格者が特別なことね。特殊な学習をしたわけじゃないの。同じなのね。えー、やってることは同じ。えー、やってることは同じであってということですよ。ね。えー、で、難しから取れなければ4点。え、ね、学習した内容から出題されたから10点、ね。そうなるだけですね。 まあ、だから、今年どうなるのかな。ね、ええー、今年二千十七年ね、ね平成二十九年ね。さあ、で、どうなるのかな、ってだけですよ。ね、さあ、って感じね。知りませんって感じ。思いっきり難しければ、十四問のうち、一点取れたらラッキーってのはある年かもしれないよ。ね、えー、思いっきり簡単であるならば、十四問のうち、十四点取れなかったら、だめって年かもしれない。うん、そさっぱりわかりません。ね、まあ、だから、難易度とかね。えー、目標得点なんて、どうでもいいって感じよ。 まあ我々テキストで書くときには大体平均するとこんな感じを取ってますけどねって感じなんですね。えー、これぐらいが宅検試験は伝統的にね、えー、例えばまあ4択越50問になったから今年37年目か、えー、37年間の歴史でいくならば大体平均でこれぐらいの得点できる問題出てますよねなんていうふうな言い方をしていきます。また実際試験会場行ったらねどうなるかなんて分かんないんで、まあ、そこは心配しないえー、っとね難しい。 問題ばっかり並んでいると皆さんがねやっていって全然わかんない手も足も出ないどうしよう思わない思わないえ難しい問題が並んでいて手も足も出ないどうしようじゃないなんだこれ、ね、じゃあ隣の人もそう思ってんだよね前の人も後ろの人もねそう思ってパニックになってるわじゃあ今年は権利関係はねまあ一人もできればいいんじゃないのそれで合格できるんだよねと考えていただければいい逆に怖いのは簡単じゃん どんどんできる。すらすらできるよ、これ。はい、気をつけて。えー、1問2問のミスが致命傷になるかもしれないからね。まあ、そういうときの方が注意なんですよ。えー、調子よく解けるときの方が警戒。それは忘れないでくださいね。まあ、で、しっかりと得点できれば、ね、ちゃんと合格基準で達しますから。はい、何にも心配して。いいですね。はい、というわけなんで、まとめていくのもですね、頻度が高いで、あとはですね、そうだな。 えとやっぱり語りたいところということになりますかね語りたいところねまあ例えばはいじゃあテキストね2ページ目です意思表示、えー、ここをね開けてみてください意思表示さあ意思表示なんでございますけれどもっていうことねうんまあ例えばでございますがじゃあこういうまとめ方していこうかねえステップ1番 意思表示の合致のみによって成立するのは大原則契約の成立には書面の作成は必要ではないまあ契約が成立をすると債権債務が発生債権債務が発生するために別に書面を作る必要はないまあ意思主義なんて言っていくんだよね意思表示の合致でいいええー、だから 形式にこだわることなく意思の合致意思主義だというのが民法の大原則はいじゃあ一つ質問ね、まあ、書面を作らなければ効力が発生しなかったもの二つぐらい言ってみてえ書面を作らなければ効力発生しなかったもの二つぐらい言えますかパッと出てほしいんだけどな一つ保証 ね一つ保証ね、もう一つは特殊な借地借家でいいかな。ね、あのー、ね長期の定期借地権とかさあとは事業用借地権は公正証書まで必要だったとかね,ねまあそういのとあったでしょ。あとはね借家で行くならば、ねたあのーね、定期建物賃貸借とかであとは取り壊し予定、ね、建物賃貸借とかあったでしょ。いわゆる特殊な借地や借家。 ましたかそうういとこなんだよ、えー、ちゃんとね逆に聞かれた時に答えられるかどうかそういう整理のまとまりができているかっていうところをねそうまとめて確認していきましょう。いいかな。さああと例えばですね、えー、とこれねほらステップ2番と3番にねえー、詐欺とか凶悪とかありますね詐欺凶悪ね。で今回私講座の中ではねまあ時々マーカーをね、えー、塗ったりもするかもしれませんがそう、まあ、まとめなんで。 今ここで覚えましょうよなんていうものは基本的にないはずですまあだから説明の便宜上ね赤ねマーカーを使っていることがありますあとは鉛筆なんかもね使ってねこのキーワードを押さえてますかんでやることあると思うんだけどそこは真似しなくていいからねまあ真似しますとねうんこれねせっかくのまとめのね公式集が来なくなってしまうんで真似はしなくていい、えー、ただこういう質問なんですよ詐欺と脅迫ときたらこう聞けばいいのかな 宅研試験の出題テーマえ宅検試験の出題テーマということで考えて答えてね詐欺と脅迫え取り消すことができる共通項でしたね被害者は取り消すことができるじゃあ相違点は宅研試験の出題範囲の中で明確な相違点はどこにありました大丈夫 善意の第三者にその取り消しを主張できるかどうかだったね善意のの第三者にその、ね、取り消しを主張できるかどうかがはいこれが相違点善意の第三者の方が勝ってしまうのはどっち詐欺凶悪詐欺の方だったね善意の第三者ごめんなさい 被害者を守るんですよっていうのは脅迫だったね。大丈夫かな、えー、そういうところはね、そういう点として指摘されます。だ当然ながらさ、ほら、第三者に対抗できるかどうかっていうのは中心点まで脱券式が出るでしょそうすると、えー、その混乱してるかどうかを確かめてくるんですよ。詐欺の時に善意の第三者にも勝てますよって書いて罰とかね。脅迫の時に、 善意の第三者が勝てますよって書いて、罰とかね。いいえー、わざと今私ね、善意の第三者を主語に置いたんだよ。主語というか、主に置いたんだよ。善意の第三者にも主張できるとか、善意の第三者が主張できるとか、対抗できるとかね。えー、そうやっていきます。まあ、だから、あとはね、えー、どっちの表現なのかっていうのは読み取りだけです。読み取り。 ここで行くならばこれねほら善意の第三者へ対抗できないとかできるとかさいいねえこちらは主語は取り消す人ねつまり被害者だよ被害者はどうかっていう主語の時にはできないできるだよねはい善意の第三者はってくるならばできるできないになるからね大丈夫かなまあですからこのネタはですね えー、要するに一つのネタで、ね、まあ例えば詐欺だけでいいんだよ詐欺だけでいいんだけど4種作れるんですよ。ね、まあ詐欺による取り消しは善意の第三者へ対抗できる。ま、ね、詐欺による取り消しは善意の第三者へ対抗できない。罰はい、ね、次裏ですね。善意の第三者は詐欺による取り消しに対抗できる。まる。 前位の第三者は詐欺による取り消しには対抗できない罰ね。だからたった一つのネタなんです。えー、そこから4つの選択肢を作れるんですね。だからどう聞かれてるか。何が聞かれてるかっていうのをしっかりと読み取る。これが読み取り。まあですから私インプットの時もね、えー、ちらちら言ってましたし、あトプットの時には散々っぱり言ってたでしょ。過去もやってくれやってくれって。えー、知識だけではないんです。ちゃんと説問を。 ど何のテーマかをちゃんと把握し何が聞かれているか読み取って当てはめることね、えー、これはトレーニングでしかできませんからだからこれはちゃんとねまとめということでちゃんとね皆さんがどこで、ね、注意しなきゃいけなかったかなってのお,お話をしていきますんでそれ確認したらあとはいっぱい問題やって、ね、問題いっぱいやってでどこがどう出題されるかっていうのねちゃんと押さえていってくださいいいね さあで、虚偽表示は名、ね、あまり最近も出ませんしね、まあ詐欺と同じって感じなんでね、対抗できないとか、まあ虚偽表示は無効なんだけどね、まあ、そこは無効だけど、あまり出てこないからあんまり意識しなくていいや。えー、っとね、錯誤ですよね。まあ、あの、心理療法も最頻度が低いからあまり気にしなくていいんだけど、ね、錯誤、最近出てるけど。まあ、この2つなんだよね。要素、要素の錯誤、無効ね。 者、勘違いした人に重大な過失ある時はできないつまりな,なければできるそういうこと錯誤向効の主張は2つだね錯誤向こうの主張のための条件は2つ要素であること表依者に重大な過失がないことこの2つまあそしていいですかあの、ね、要素かどうかを問われることってまずないからねえっ、ー、というはう立場ですよ その人の人立場とか、ね、まあね例えば不動産取引は業者プロ、ね、例えば一般消費者は素人とした場合ねやっぱりその様相のねレベル変わってきちゃうんでね,ね何のために買いましたとかね、えー、変わってきてしまう。だ宅建業者であるならばそれがねいわゆるほらね転売をするのが、ね、営業活動の中心である宅建業者ならば転売というのが様相になってくるから。ただ普通我々はね えー、我々が、ね、例えば不動産を買う時っていうのはもう多くの場合はマイホームとして住むとかねそう,いう、えー、そういったケースですよね、えー、我々一般の消費者が転売するためにとかってほとんどないじゃないですかまあだから立場によって要素なんかも変わってきてしまうんだよねまあもちろん重大な価値のレベルも変わってきちゃうんだよね、えー、プロならプロ素人なら素人ということになっていくわけでだからその要素何ぞや重大な価値と言えるかどうかなんていうのはこれまず聞かれないです。 もし聞かれるならば多分普通に読んで100人が100人同じ判断ができるように聞かれてくるはずなんで信勤シ,シャフティスまあ以前あったんだよ住宅を建てるつもりで土地を購入つまりマイホームですねマイホームを建築するつもり建物を建てるために土地を購入したんだけど地下に、えー、地下に空洞があって予期せぬ空洞があってね まあなんだろうね、古い防空壕なのかなそれともねガス,のガスだんまりでもあったのかなえ地下にね空洞予期せぬ空洞があったんで家が建てられないことが分かりましたこれ要素か要素素かかじゃないかどっちです。それ要素じゃないっていう人は絶対いないでしょ家を建てるために土地を買ったら家が建てられない別に要素じゃないじゃんってね別に何で要素でも何でもないじゃんっていう人はいないんだよねだから当然それは要素なんですよ 要素というふうに判断されるのは当たり前なんでねだから100人が100人そりゃそうだという判断が下りますだからそのあたり何悩む人がないんです重大な過失もねレベルなんか聞かれませんから、えー、だからそのあたりにつきましてはね中身的なことは細かいことは気にしないさあその上なんですねこの2つを覚えてあと最近でというのは動機の錯誤動機まあ動機の部分が 勘違いいししてたた場合どうなるんでしたっけこれは公式というかステップいないからこういくよ。動機の部分に錯誤があった場合どうやって評価しましたっけ向こうの主張を認めるか認めないかどうやって判断しました動機の部分の場合。ね、その動機が明示、ね、明らかにってことあるいは黙示。 そのものズバリを言ってはいないんだけどそれは普通は伝わってるだろうってこと目次ねまあそういうこと明示であろうと目次であろうと相手に伝わっているならば要素のに入ってくるよということまあだから向こうを認める方向で考えるということだよね動機の部分に錯誤があったどうやって評価するかっていうと目次であろうと明示であろうとさ相手に伝わっているんであるならば 作語向こうを認める方向でいくまあ当然重大な過失があったらダメだよ。ね。その段階で弾かれちゃうからね。で例えば要素として認められました。でも、重大な過失がある。えとするならば、こっちね。重大な過失がない。ならできるんで。ある時はできませんからね。ええと、じゃ重大な過失があるからできない方に流れていくんで。ね、まあこれは要素の作誤も一緒。ね。ええ、要素の作誤の流れね。同じですんで。 だから動機の作くだってそういう流れで考えていけばいいはい。というのがあったよね。大丈夫かなさあでは続きましてのテーマはですね